裁判中のドストラー。隣は通訳として、オースが派遣したアルバート・オーハーシュマン。アントン・ドストラーはドイツの軍人。第二次世界大戦中にアメリカ人、捕虜15名の殺害に関わったとして、戦後の軍事裁判で有罪が言い渡され、間もなく、銃殺刑に処された。最終階級は、不評代償。1891年5月10日。 ミュンヘンに生まれる。1910年6月23日には、バイエルン王国第6不評連隊に候補生として入隊し、1912年10月28日までに、勝尉へ昇進している。1915年12月4日には、第3バイエルン王国軍団に配属される。その後も同軍団で勤務を続け、1916年1月14日に、中尉に、 1918年10月18日に大への昇進を果たしている。敗戦後もバイマル共和国軍に残留する。1924年10月1日、ベルリンの国軍省に移り、軍事庁方部に勤務する。1932年4月1日に、少佐昇進。1939年8月24日から1940年2月5日まで。 ドストラーは第7軍参謀長を務め、その後は第25軍団に移動する。1941年9月1日、少将に昇進。1943年6月22日には第42軍団司令官に就任し、一時的に第7軍団司令官も兼任している。1943年1月1日、中将に昇進。 1944年1月5日、イタリア戦線の第75軍団の指揮を引き継ぐ。1944年3月22日、戦略情報局の特命を受けたアメリカ陸軍部隊15名が、イタリアの港町、ラスペツヤから100キロ北の海岸に上陸した。彼らの使命は、ドイツ軍の後方連絡線を遮断するべく、ラスペツヤとジェノバをつなぐジェノバラスペツヤ鉄道線の トンネルを破壊することであったが、作戦に着手するより先に、ドイツ兵及びイタリア兵によって捕虜にされてしまった。米兵らは、ラスペツヤ近くに設置されていた第135、要塞旅団本部に連行され、投獄された。第135旅団の上級部隊は、ドストラー引き入る第75軍団であった。まもなく、尋問が行われ、その中で、片方の将校が、 作戦計画と目標を漏らしてしまった。この情報は、すぐさま第75軍団へ報告され、間もなく、イタリア戦線司令官、アルベルト・ケッセルリンク元帥の耳に届くことになる。ケッセルリンクは、捕虜の処刑を命じたが、ドストラーの参謀の一人だった、アレクサンドル2ドーナシュロビッテンは、この命令の伝達を行わず、執行を拒否した。ドーナシュロビッテンは、後に表した。 解雇録の中で捕虜となった米兵は軍服を着用しており、また作戦失敗が明らかになった時点で自主的に投降したのだと記している。戦闘日誌への記録担当者だった彼は降伏の状況を完全に把握しており、戦時国際法に基づき処刑を拒否するべきと主張したのである。しかしドストラーはアドルフ・ヒトラーが発したコマンド指令に基づく処刑を決定した。 それでも処刑に反対したドーナシュロビッテンは政治的な信頼性の欠如を理由に1944年5月に国防軍を除隊させられている。そしてドストラーは改めて第135旅団に対して捕虜の処刑命令を伝達したのである。こうして捕虜15人はラスペツヤ南部のプンタビアンカで3月26日朝に全員処刑され密かに埋められた。 他の記録によれば、当初この捕虜は平服を着ていたために、イタリア人パルチザンとして裁かれ、彼らが正体を明かしたのは処刑命令の伝達後であったという。1944年12月1日、ドストラーは第73軍団の司令官に就任した。銃殺直前のドストラー。聖望、上着からは、ナチ時代の圧勝が取り外されている。 1945年5月8日、アメリカ軍によって逮捕され、カゼルタの軍法会議において、米兵15名の銃殺に関して裁かれた。軍法会議では、コマンド指令そのものが違法であったとの前提のもと、ドストラーの告訴を行った。コマンド指令はヒトラーが個人的に発した命令の一つで捕虜となった連合軍特殊部隊員を、 軍服の有無にかかわらず即刻処刑する旨を定めていた。ドストラーは自分は単に上級部隊からの命令を下級部隊である第135旅団の旅団長に伝達しただけに過ぎないと主張した。この主張はすぐに退けられ、1945年10月12日には死刑判決が下された。1945年12月1日、 ドストラーの銃殺が執行された。ただし、後に、公主刑に処されるビルヘルム・カイテルや、アルフレート・ヨードルとは異なり、ドストラーは、軍服に階級賞をつけたまま銃殺に臨むことが認められていた。ドストラーの処刑の様子は写真及び映像に記録されている。ありがとうございます。